エデイオンで5月11日にタダでもらったアイテム。前回の動画は N037 です。第7ピリオドが終わりました。これまで制作にかかった時間はご覧の通りです。この宇宙船ポッドに登場する人はこの人、ベジータ。では早速作業に取り掛かりましょう。説明書より1工程で1つの動画としてアップロード。組み立てに必要なパーツはこちら。ランナーからパーツをカットします。ランナーからカットの作業が終了。これまでかかった時間は19秒。今度はパーツの完全カットです。すべてのパーツのカットが終了。これまでかかった時間は40秒。この B24 パーツをポッド本体に取り付けます。3つの穴に差し込みます。3つの穴で思い出したのが女性の下半身の穴。おめことアナルと尿道。あんなジャークです。ポッドに B24 パーツを取り付け、これもすぐにできる。10秒で取り付け終了。これまでかかった時間は50秒。この姿、やっぱりレイプマンに似ている。当分この姿定着させようかな。ちなみにレイプマンというのはこういうものである。なぜか第9巻だけは持っている。男性の性器はリアルに描くが、女性の性器は手を抜いている。制作者がいかに変態か分かった。こうして第8ピリオドは終了。やっと半分。